アーセナル03リバプールプレミアリーグ第30今シーズンのリバプールはダゾーンでいつでもどこも簡単に視聴1ヶ月無料お試し実施中プレミアグ第30節アーセナル対リバプールが現地時3日にエミレーツスタジアムで行われたインターナショナルマッチウィーク明け行きなのビッグカードを笑顔で終えたのは青へのリバプールだった前半こそスコアレスだったが 61分に、ディオゴ・ジョッタが投入される。その3分後に、同選手が、先制点をダッシュ。その後も、メッドサラー、そして再び、ジョッタに点が生、レ、アーセナルを3、レと突き放す。リバプールは、のまま試合終了のホイッスルを迎えた。ユルンクロップ監督率いるチームはこれでリグ戦久々の連勝。5位に浮上し、 チャンピオンズリ、グ、CL 出場圏内の4位チェルシーを2ポイント差で、っている。データサイト、フンスコードによる、この日のマムは、ストを記録した右サイドバックのトレント、アレクサンダー・アーノルドに与えられてい、途中出場ながら2得点のジョッタも8点と、当然、柄高評価だった。そんな彼らに次いで高いティングを得ていたのは、得点したサラー、もアシストした。 サディオ真似でもなく、アカーのファビーニョだった。フル出場した同手には、7.9という数字が与えられている。その表に文句をつける人はいないだろう。ファビーニョは、圧倒的に目立ったわけではないが、随所、効果的なプレイを披露。ゲームの組み立てに、イレベルで関与し、読み、対人戦の強さ、ポジシ、ニングセンスを武器に中盤を引き締める。と、2 トップシモマルティン・ウーデゴールに対、ほとんど、仕事を与えていなかった、評価は5.7。こと、ファビーニョはこの日、断突となるタック、成功数6回を記録している。今季は怪我人続出、影響で、センターバック起用も多かった、同戦。だが、やはり本職アンカーで起用した方が、チームとして効果が出る。それは、CL のライプツヒで明らかとなり、 このアーセナル戦で革新へ変わっている。ファビーニョがアンカーとし中盤を引き締めることでインサイドハーフチアゴアルカンタラがより攻撃面で色をしやすくなる。そしてオザンカバクトナサエルフィリップスという両 CB も一列前の長身ラジルビト MF が相手の勢いを確実に落としてくるので無理な対応を強いられることが少な,なる。それが リバプールの攻守の安定感につなぎっていると言えるのかもしれない。ファビー・ヨアもはやリバプールの命綱的存在なのだ。う。ここがしっかりしている限り、昨季、プレミ、リーグ王者が大きく崩れることはないのかもしれない。りょう。<music>